どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、美咲さんよろしくお願いします。今日も下の名前でお送りします。はい、はい、ですね、今日はですね、あの髪の毛の多い方向けのアレンジをちょっと作ってみたんですけど、こう一本結びするときとか、まあ、例えば普通にポニーテールやったら全然大丈夫かなと思うんですけど、少しこう上目のポニーテールをするときとかに、この表面だったりとか襟足の方とかサイドとかがちょっとこう崩れやすいというか、うまくまとまらないことが多いかなと思うんですけど、ちょっと今日のこの方法、裏技で、簡単にこの表面とかサイドとか後ろが綺麗にまとまる方法で、なおかつ、可愛く仕上げる方法をちょっとやってみましたので、結構上で結ばないとダメな方だったりとか、まあ、髪の毛が多い方で、まあ、お子さんとかにも結構こういう髪型する方も多いかなと思うんですけど、簡単にできる方法だと思いますので、まとめる方よかったらこの方法でやってみてください。じゃあそれでは動画をどうぞ。はい、じゃあまず N ドットのオイルをつけていきます。表面とあとこの下の部分ですね、内側もしっかりつけるようにしてください。次に顔周りの奥れ毛を下ろしていきます。だいたい 1.5 センチ幅で下ろしておきます。で次に、髪の毛を2つに分けます。だいたい耳あたりぐらい、耳後ろぐらいから上のつむじですね、つむじぐらいの髪の毛まで取り分けて、後ろと下と上で半分に分けます。で手ぐしで髪の毛を溶かして、でつむじよりも少し上ぐらいの高さでまとめて、ゴムでしっかりと結んでいきます。でここは結構しっかりと結んだ方が崩れにくいので、しっかりと結んでください。で上の髪の毛をダッカールでまず留めておきます。で下を手ぐしでこの上のゴムのところに向かって溶かしてまとめていきます。でゴムのところと合わせて、でもう一度ここでゴムで結んでいきます。でここも結構しっかりと結ぶのがポイントです。で後ろの髪の毛なんですけども、手ぐしでやってるのである程度こうルーズな動きが出てるかなと思うので、バランス見て少しボリューム出す感じで大丈夫かなと思います。あんまり出しすぎには良くないので、ちょっと少しこうなんていうんですかね、丸みが出るぐらいで OK です。で結構ゴムも丸見えなので、下の部分の髪の毛を少しだけ取り分けて、ゴムの部分に巻きつけていきます。くるくるっと巻きつけて、でここでもう一度上からゴムを結んでいきます。ちょっとこのくるくるっていうのが崩れない程度に巻きつけるぐらいなんで、そんなにきつく巻かなくても OK かなと思います。でゴムの部分を押さえながら、トップの部分を少しだけボリューム出していきます。でコテで顔周りの部分も少しだけ巻いていきます。で毛先の部分も少しカールが欲しかったらくるっと巻いてもらって、パーマとかかかってる人は
あんまり巻かなくてもいいかなとは思うんですけど、結構なんかウェーブ感が欲しい人はここでしっかり巻いてもいいかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。結構上の位置でしっかりとあんまりこう崩れもなくルーズ感で止まってるかなと思います。髪の毛の多い方でまとめるのが苦手な方、よかったらこの方法でやってみてください。